駅前の道路から見る、駅舎ホームかつて設置されていたプレハブの仮設駅シャグルの平駅は東京都大梅市日向和田2丁目にある東日本旅客鉄道大梅線の駅である。駅番号は JC63。島式ホーム1面2線を有する地上駅で大梅駅管理の無人駅であるが、駅及び 駅周辺の美化活動を行うボランティアとして、JR 東日本 OB に名誉駅長を移植している。ホームから古線橋が伸びており、階段を登り切ると左右に分かれている。駅舎は、大梅街道側にある。2009年11月24日より切符売り場、トイレ、待合室を備えた、新駅舎が共用を開始した。2000年頃までは、像。 改築を繰り返して歪な形をした木造駅舎があったが、末期には入り口が封鎖され、外壁に自動券売機が設置されていた。その後、現役舎が建てられるまではプレハブに自動券売機と出札窓口が設置された駅舎が供用されていた。上り本線側に入場用、下り本線側に出場用の簡易イカ改札機が1台ずつ設置されている。 当駅のホーム有効長は4両分であるが、ホームに隣接して重量対応の側線が1本あり、大梅駅発着電車の車両留置に使われる。なお、この外側にもう1本の側線があるが、こちらは現在使用されていない。駅からは、石灰石の採石場が望める。ここで採掘された、石灰石は、大梅線の大梅日向和田間開業時から1969年まで、 同線により貨物輸送されていた。2010年度の1日平均乗車人員は504人で、ある。近年の推移は、下記の通り。ありがとうございます。